50代で伸びる人伸びない人の違い。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は50代から実る人枯れる人について解説をしていきます。あなたは理想の50代以降を送りたいと願っているはずです。そして徐々に忍び寄る危機に漠然とした不安を抱えているはずです。50代は責任のある大きな仕事を仕切り、子どもの教育費を総仕上げし、親の介護や看病見送りなど大きなライフイベントが迫ってきます。50代半ばになると仕事面でも変化が現れ、役職定年や給与削減、部下の昇進など仕事がなくなる辛さにも直面していきます。この本の著者の松尾和也さんは、50代で実る人をいい人間関係、元気、心の平安の3つのポイントの実現を挙げています。50代は人生のマネジメント次第で今まで育てた果実を手にできる一番愉快な黄金期です。今回の動画では50代から理想の人生を実現するための思考を11個解説していきます。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、今どのステージにいるかを見つめ直す。その年齢でしか見られない風景があります。20歳の頃は遊びが最大の関心事で、レジャー施設に目が奪われます。30歳の頃は人生のパートナーになる異性に目が行きます。40歳の頃には同世代の仕事ぶりや暮らしぶりが気になります。そして50歳は社会の風景とのピントが合い出して、生活に追われる日々の中で人生というものにようやく気づきます。体型や容姿、体力、家族など周囲の状況も変わっていきます。自分という生き方が実っているのか、それとも枯れつつあるのか、はっきりとしてしまう年齢が50歳です。今自分が人生のどんなステージにいるのか、50歳を機に冷静に見つめ直すことが大切です。2個目、人生を幸せにするものに気づく。一生を通してあなたを健康で幸福にしてくれるものは何ですか？最高の未来のために自分に投資すべきものは何ですか？そして最も大切な人生の目的は何ですか？ハーバード大学が80年間で724名の男性を長期間にわたって追跡調査した結果、私たちを健康に幸福にするのはいい人間関係に尽きるということでした。特に50代の時にいい人間関係に恵まれていると、70代80代の時に健康で幸せを実感している比率が高い結果が出ています。海外の作家であるマーク・トウェインさんの言葉で、かくも短期人生に争い、謝罪し、昇進して責任を追求している時間などない、愛し合うための時間しかない、それがたとえ一瞬に過ぎなくても良い人生は良い人間関係で築かれるという言葉があります。これは人が実るも枯れるもその人の人間次第ってことです。あなたもいい人間関係を築いて人生を幸せなものにしてください。3個目、人間関係の棚卸しをする。人間関係は量ではなくて質です。パーティーなどで得られる出会いもありますが、そこで出会った中でも付き合いが継続している人はほんの一握りです。形式的に名刺交換をすることもありますが、名刺の数がその人の価値を決めるものではないです。人脈や金脈は疲れる脈です。人生に無駄なしですが、50歳を超えたらもう出会いの量を求めなくていいです。コピーライターの糸井重里さんの言葉で、自分にとって本当に大事なことって何だろう、自分にとって本当に大切な人って誰だろうという言葉があります。限られた時間の中であれもこれも関われない現実を知り、今いる周りの人を大事にしてください。そして本当に会いたい人を訪ねてください。ぜひ出会いの量ではなくて質に注目して生きてください。4個目、家族との温度を高める。僕たちはこの世に一人でやってきて一人で去っていく存在です。しかしいつも孤独を感じる生き物でありながら、誰かとつながっていないとやってはいけないです。ある意味50代は最も孤独に耐えないといけない期間です。パートナーとも結婚して20年以上が経過して、よく言えば空気のような関係になり、会話も希薄になるケースが多いです。子供たちも成長して精神的に親離れしていて、親密な対話もなくなっていきます。
一方、あんなに元気だと思っていた両親に陰りが見え始める頃合いです。病院に連れて行き、手術看病を見送るという悲しいことも予測されます。そんな時だからこそ、それぞれの家族と丁寧に付き合わないと今後の人生で悔いを残します。喧嘩するパートナー、ムカつく子供、看病する親、実は全ていてくれるだけでありがたいと思う日がきっときます。関係性を温める一番のコツは、改めて話を丁寧に聞き届けることです。言い争いはあっても、聞き争いという現象はないです。パートナー、子供、両親、それぞれの本心を聞いてあげることが、お互いの関係性を温めます。相手の話を聞くのは誰でも簡単にできることです。関係性を良くするためにも、ぜひ実践してください。5個目、暮らしをレベルダウンさせる。人は一度贅沢を味わうと、そのレベルを下げることはなかなか難しいです。できれば右肩上がりの人生を送りたいものです。昨日より今日、今日より明日といった考えです。しかし、戦後の高度成長経済時代のようにはうまくいかない時代です。行き詰まった日本経済もどこかで破綻が進み、少しずつ物質的に諦めないといけないことが増えています。50歳を過ぎたら、生活の断捨離やダウンサイジングできる能力が重要です。物欲を弱めていった方が健全な後半につながります。生活をダウンサイジングさせて、もっとお金が貯まるようであれば、それはそれで経済余力が高いことと喜ぶべきです。節約を苦痛と思わずに、楽しめるたくましい経済体質になっておくことが、50代から実る人になるコツの一つです。6個目、楽しいこと、好きなことを選ぶ。周りで活躍している人、実っている人を見つめてみたとき、浮かび上がる共通のキーワードはいつも楽しそうです。自分の取り組んでいることが好きで、自分の関心が高い領域の仕事を選択したことで、ライフワークというのにふさわしい転職になっています。50年も生きていると、自分の好きなこと、嫌いなことが明確になります。若い頃は嫌いな人や苦手な仕事でも我慢して対応していましたが、もう辛抱するのには疲れます。これからは自分が好きなことを、楽しくなることを率先して選んで実践していいです。あなたにも好きなことを、楽しみなことはきっとあるはずです。自分の心の中で埋もれてしまっている好きなこと、楽しみなことを、一気に20個くらいリストに書き出してみてください。7個目、仕事と人生を切り離さない。仕事とは、まずは日常の活動を全てと捉えてください。主婦は家事全般もそうですし、学生は勉強、子供は遊ぶことも仕事の一種です。その延長線上で、社会人は仕事をしています。お金を稼ぐことだけが仕事という観念を外した方が自由になります。仕事と人生は今更切り離せないものだと覚悟し直してください。次に、仕事は苦行であるというイメージを外してください。もし7億円ジャンボ宝くじが当たったら、今の仕事を辞めるのか想像してみることです。50代からは、残りの人生の中でやりたい活動を仕事にするといいです。最初は報酬を得られないかもしれないですが、少しずつでも得意になってくると、社会的価値が生じてきます。必ずチャンスはやってきます。それを持てる力と熱意が50代の最大の課題です。また仕事は一人でも仲間とでもできます。どんな仕事でも人を大切にしてください。そして仕事が人生の最大の趣味となるように整えてください。せめて健康寿命までは仕事とともに生きるようにしてください。8個目、目には見えない報酬を稼ぐ。大いに越したことがないのが報酬です。ただし、50歳からは仕事の中で目に見えない報酬に目を向けてください。目に見えない報酬とは次の3つです。まず1つ目は、その仕事自体が報酬ということです。その仕事に出会えた喜び、その仕事自体が報酬という感動を味わってください。次の仕事があるということは実にありがたいです。2つ目は能力です。長年培ってきた能力が高まることも、目には見えない報酬の一部です。50歳を超える頃にはかなりの高額な能力になっています。3つ目は、人間的成長が一番の報酬です。仕事に磨かれて、人
人間的成長を得られていることこそ豊かな報酬です。金銭的には高い報酬であっても人間的成長が得られない仕事は魅力がないです。シニア世代の起業率が高まっています。起業するシニアの多くが心の中で求めているのはこれら3つの報酬です。この目には見えない報酬を求めている人にはやがて目に見えるお金や評価という報酬も増えていきます。9個目、スケジュールに遊びを作る。50代で見極める必要があるのがスケジュールです。予定が闇雲に埋まっているのは活躍しているという錯覚です。実っている人はいつもどこか余裕があります。例えばこの日にいいライブがあるけど行きませんかなどの貴重なお誘いがあった時に、ああいいですね、参加しますと答えられることも実りの重要な要素になります。いつも戦略がありまして、それを繰り返していたらもう誘われないです。スケジュール帳の 30% くらいはいつも余白がある方が次の新しい種をまく有益な活動に充てられます。本当に怖いのは日々駆けずり回っていたのにある時に仕事がなくてお呼びがかからない現実です。アウトプットだけではなくインプット重視のスケジュールに変換してください。10個目、お金に困らないシステムを作る。周りで経済的に実っている人を観察するとやはりお金がある人が多いです。お金があるのとないのでは行動に差が出てしまいます。邪魔にならないくらいのお金を携えて人生の後半に臨みたいものです。そこで老後まで収入を得られる方法を考えると毎月ある金額が途切れずに入金されるシステムを持つことが大事です。代表的な経済的に生活を枯れさせないキャッシュフローは次の3つです。1つ目は不動産などの家賃収入です。2つ目は投資信託や株取引などの投資によるリターンです。3つ目は自分のスキルやネットワークを活用してビジネスをすることです。とにかく細く長くキャッシュフローが永続的にフローすることをイメージしてください。ゼロから始めるとしても50代ならまだチャレンジが可能です。金の卵を産む鶏を育てることを専念すべきです。勇気と想像力を持って今から学んでその糸口を見つけ手を打ってください。11個目、うまい話こそ乗らない。本業で大抜擢や大躍進といった話はなかなかやってこないですが周期的に怪しい儲け話はやってきます。人の資金を狙っている人は大勢います。50代でそんな落とし穴に落ちるとかなりダメージを受けてしまいます。勇気を持って投資する場合もありますがほとんどが要注意と疑ってかかって間違いがないです。ここでは詐欺師が使うトークを3つ紹介します。1つ目、レベルの高いあなただけに特別にこの話を教えます。これは自尊心をくすぐるものです。2つ目、実は A さんも大変興味を持っていてすぐに乗るそうです。これは競争心を煽るものです。3つ目、この話は今日中に決めないと無効になります。これは思案する時間を奪うものです。こんな初歩的なアプローチで百戦錬磨の人もコロリと落ちるのが詐欺の世界です。詐欺師は人の心につけ込んでうまい話を提案してきます。自分は大丈夫と思っている人ほど騙されやすい傾向にあります。絶対に詐欺には引っかからないようにしてください。解説は以上です。人生50年も生きてきたら嬉しいこと悲しいこと寂しいこと辛いことをたくさん経験します。激動の中で大事にする順番はまずは生命、次に生活、そして経済です。人は昔から前を向き小さな希望を見つけこれがダメならこうしてみようともがき人生や時代を作ってきました。これは AI の時代になっても変わらないです。その喜びや原理原則を理解してください。ぜひやり直しできなくても生き直しができることに気づき大切なものを大切にできるようにしてください。今回の解説が勉強になった、参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。